ただいま。お帰りなさい。バイト代出たでしょ。私が管理するからお金出してね。ねえ、私もう18歳なんだよ。自分で管理したいよ。あなたにはまだ早いの。母さん、私だって将来やりたいことがあるし、貯金もしたい。あなたには無理よ。一人暮らしするお金もないじゃない。どうするの？ん？でも自分の人生自分で決めたいの。私の人生なんだから。バイト代を全部持ってかれちゃったっていう感じですけど、未来のことを考えるときに今逆に応援してあげるっていうことが未来のためのまあお母さんの貯金なんですよ。なるほど、はい、そういう視点多分今お母さん持ってなさそうでしたね。後押ししてあげるっていう方がこのお母さんのためにも実はなるし、娘さんのためにもなるんですよね。やっぱり応援し合う関係っていうのを家族でも作り合えることができると、そこでいい流れが生まれるんで、それが重要かなと思いますね。なるほど。